はい、まあ、一応よくすると細谷秀明でございます。日時はですね、2020年、6月の29日でございます。まあ、一応よくすると細谷秀明でございます。もう時刻もですね、6時夕方のね、6時過ぎでございます。今ね、東京都知事選挙、行われております。東京都知事選挙行われております。ちょっとですね、一つ気になったこと、ございましたので、追加で今撮影しております。こちらのですね、ポスター掲示上のですね、3番にですね、エントリーされている、幸福実現党さんからね、出馬されている、七海ひろこさん、東京再起動というね、キャッチフレーズで出ておりますが、この七海ひろこさん、今からですね、3日くらい前にですね、選挙活動ですね、いきなり中止するというね、発表されました。はい、非常にですね、残念でございます。はい、理由はですね、マスメディアがですね、平等に、報道しないというね、候補者をですね、マスメディアが平等にですね、取り扱わないということにね、不満を持ちまして、七海ひろこさん、このね、選挙活動を辞退されてしまいました。ただですね、選挙期間中にですね、立候補自体っていうのはですね、厳密にはできないんですね。はい、ですから、七海さんがですね、ここで、選挙活動をですね、やめても、実は言いますとですね、投票っていうのはできちゃうんですね。はい、ですから、蓋を開けますとね、それなりの票がですね、七海さんに入っているのは間違いないと思います。ただですね、七海さん、非常にですね、もったいないと思います。このですね、ポスター山本太郎さん、小池百合子さん、七海さん、あとですね、宇都宮健二さん、桜井誠さん、等出てますね。下に行きますとね、堀江門新党さんとかね、平塚さんも出ておりますが、この七海さん、七海さんのですね、ポスター、非常にですね、張り出すのが早かったです。私ですね、東京都内、ぐるっとですね、初日見ておりましたが、まずですね、張り出すのが早かったのが小池百合子さん、七海ひろこさん、宇都宮健二さん、このね、3候補はですね、非常にポスター貼るのが早かったです。はい、その次にですね、桜井誠さん、山本太郎さん、まあ、堀江門新党さんがね、順次貼っていくような感じでございましたね。まあ、もちろんね、場所によってはですね、まあ、桜井さんがね、1番とかね、山本さんが1番とかね、堀江門さんがね、1番っていう ところもあったんですが、全体的に見てですね、この七海ひろこさん、小池百合子さん、宇都宮健二さん、この3候補のですね、ポスターの貼るこのスピードっていうのはですね、すごく目をね、見張るものがございましたね。はい、ですからね、特に七海さんの場合なんかはですね、幸福実現党さんがね、支持母体になっておりますので、まあ、その幸福実現党さんのね、このポスターなんかをね、貼った人たちのね、思いもね、ちょっと汲んでいただいて、私はですね、最後で七海さん、選挙活動を、ね、続けてもらいたいなと思います。それとですね、七海さんをね、その、マスコミに対してですね、不満がございますようでございますが、そのね、七海さんが今思っていることをこの選挙でね、言ってみたらどうでしょうかね。それなりにですね、それは評価されると私は思います。はい、現場からは以上でございます。街を良くすると細谷秀明でございました。